こんにちは、こんばんは。今日はとても面白いお知らせ動画です。まず新メンバー紹介からいきましょう。パンプキンさん。はい、はじめまして、ですね。今日からマクト事務所に所属しました、カボチャ太郎、と申します。本名言うんじゃないよ。あ、失礼しました。今日からマクト事務所に所属しました、カボチャ太郎、と申します。これからもよろしくお願いします。では私の働いているところを紹介します。私は IR 本社で働いております。私は IR 課長補佐という役職についています。通常はこの部屋で仕事をしています。自己紹介はこれで以上になります。ありがとうございました。パンプキンさんありがとうございました。次に来た異州の首都について話したいと思います。首都は挨拶から生クタに移転されました。しかしながら、生クマの発展が遅れているため、首都機能移転の可能性が高いです。なので首都機能移転に賛成する、もしくは反対したいという方はコメントで教えてくださると嬉しいです。皆さんの意見から首都機能移転するかしないか決めようと思います。結果次第 Twitter でお伝えします。次は MTC について話したいと思います。MTC というのは、マイクラサーバ及び雑談グループであり、たくさんイベントをしている楽しいサーバです。主に活動しているところは Discord ですが、Twitter でも MTC に参加することは可能です。参加したい方、質問等があればコメント欄または DM に送信していただけると嬉しいです。次にサブアカとグループ系アカについてなのですが、まずはサブアカについて話します。こちらが私のサブアカです。こちらのチャンネルでは仕様の動画があったり、リア鉄のショート動画があったりする感じです。たまにマイクラ鉄道関係の動画も出しますので、チャンネル登録しておいた方が良いかもしれません。次にグループ系アカについて話します。こちらがグループ系チャンネルです。このチャンネルでは私と他のマイクラ鉄道ユーチューバーがマイクラ鉄道の動画を投稿しているチャンネルです。以上、サブアカとグループ系アカについての説明でした。これで以上となります。皆さん良いお年を。